主任、週刊誌からこんな記事が。何？不適切写真が SNS に投稿され物議を醸しているだって？また飲食店での迷惑行為かなんかか？違いますよ、よく見てください。これうちの施設ですよ。嘘だろ？本当だ、マーニーじゃないか。ジブリのなりきり場面店ですよね、これ。まだ出版前の記事のようですが、コメントを求めてきています。どうしますか？どうするって、前に東京でも似たような件あったじゃないか。確かに、あの時は逆ギレされて大変だったと聞きました。こういうことをする人間には関わらないのが一番なんだ、従業員のためにもな。ではノーコメントということで。それで行こう。しまゆうのアトリエ。2022年11月、愛知県長久手市に誕生したジブリパーク。天空の城ラピュタや隣のトトロ、ハウルの動く城など、スタジオジブリが制作した映画作品を題材にした展示・演示施設。2005年に同市で開催された愛・地球博では、隣のトトロに登場するサツキとメイの家を再現したパビリオンが人気を博していた。2015年、この愛・地球博から10周年を記念した第32回都市緑化フェアが会場の跡地である愛・地球博記念公園で開催。サツキとメイの家も現存していたことから、特別企画として行われたジブリの大博覧会も大盛況となっていた。大村知事、愛・地球博の10周年イベントは大成功だったようですね。おめでとうございます。ありがとうございます。しかし、それもこれもスタジオジブリさんのご協力のおかげですよ。ジブリの大博覧会は子供だけではなく大人たちからも反響が大きかったんです。お役に立てたならよかったです。そこでなんですが、鈴木さん。どうしました？一つ相談があるのですが。相談と言いますと？このジブリの世界観を永続的に楽しめる施設を愛知県に作りませんか？広大な敷地を持つ愛・地球博記念公園。当時の愛知県知事大村秀明氏は、公園全体の 3.7% にあたる 7.1 ヘクタールを使用し、スタジオジブリの世界観を再現した壮大なテーマパークを提案。スタジオジブリのプロデューサーである鈴木敏夫氏は、大村知事からの提案に対し当初は難色を示していたという。しかし、時を同じくして中日新聞社の当時の会長であった白井文吾氏もまた鈴木氏に対し同様の提案をしていた。鈴木さん、また大村知事がいらしてたんですか？ああ、なんとしてでも愛知県にジブリのテーマパークを作りたいんだそうだ。中日新聞社さんも協力すると言ってくれている。いいんじゃないですか、愛知県にジブリ。ちょうどサツキとメイの家も残されているわけですし。まあね、僕も出身が名古屋だし悪い話じゃないと思うよ。しかし、これが実現してみろ、今以上に忙しくなるのは目に見えてるじゃないか。確かに、僕は何としてでもそれを避けたい、その一心というだけなんだが。ジブリの大博覧会が開催された2015年以降、大村知事は上京するたびにスタジオジブリの事務所へと足を運んでいた。愛知県にジブリのテーマパークを作りたい、そんな熱い思いのもと、鈴木氏への懸命な説得は実に8回にも及んでいたという。そして。鈴木さん、ありがとうございます。大村知事、これからが大変ですよ。覚悟しております。ジブリをどうぞよろしくお願いします。2017年5月、大村知事は鈴木氏とジブリパークを建設する構想について正式に合意。2019年5月、愛知県がジブリパークの整備をスタジオジブリと中日新聞社が共同出資して設立する新会社、株式会社ジブリパークが管理運営を担うことで基本合意。総事業費は約340億円。2022年11月に迎えた第1期開園では、5つのパークのうちジブリの大倉庫エリア、耳をすませばの地球屋を再現した青春の丘エリア、そして隣のトトロの世界観を表現したどんどこ森の3つがオープン。日時指定の予約制であることから、ゆっくり来てくださいというキャッチコピーも話題となっていた。大村知事、いよいよジブリパークが開園しますが、その意気込みをお聞かせください。人、生き物、地球に対する愛という意味で
愛・地球博とジブリは見事にシンクロすると思っています。ジブリパークは日本が誇るスタジオジブリの世界観を表現した唯一無二の公園施設です。将来長きにわたって愛され後世に引き継がれる公園となることを望んでいます。皆さんの反響はいかがでしょうか。県内外世界中の皆さんから反響をいただいています。新型ウイルスも収まってきてインバウンド観光客の受け入れも始まりました。世界中の方に楽しんでもらえるようジブリパークを育てていきたいと思っています。開園当初からジブリ作品に登場するキャラクターに扮した多くのファンが詰めかけていたジブリパーク。2024年3月には残り2つのパークであるもののけの里、魔女の谷エリアもオープンすることを発表。ジブリ作品の世界観に浸れるとあり多くのファンを魅了していた。しかし、お次は個人的に気になっていたタブーをやってしまった小ネタ集。2023年2月下旬、ジブリパーク内で撮影されたとみられる複数の写真が SNS 上に投稿。これらの写真が不適切であると物議を醸していた。問題となったのはどのような写真だったのですか。ジブリパーク内のジブリの大倉庫エリアにあるジブリのなりきり場面展で撮影されたものでした。ジブリ作品の中に登場する名場面をキャラクターとともに忠実に再現した場所ですね。まるで自分がその世界に入り込んだかのような写真を撮影できると話題になっていましたが、思い出のマーニーに登場するマーニーの口を押さえたりスカートの中を盗撮しようとする様子を写した写真が投稿されました。それはひどい。他にもゲド戦記に登場する少女テルーの像の胸を掴んだりする様子もありました。性犯罪を思わせるようで非常に不愉快ですね。投稿者は2月22日ツイッター上に問題となった写真数枚を投稿。そのスクリーンショットをインフルエンサーが取り上げたことを発端にして不快感をあらわにする声が広がっていた。これに対し運営元であるジブリパークはノーコメントとさせていただきますと回答。さらに、ジブリパークでの不適切な写真が投稿されていますが、極めて遺憾で不愉快ですね。回転寿司店でのいろいろな迷惑行為と一緒ですよ。器物損壊に近いんじゃないでしょうか。仮に投稿者が特定されればどうされますか。その場合はもっと厳しい措置を取らざるを得ないでしょう。今後同様の行為が確認された場合はジブリパーク側にも毅然とした対応を取ってもらいたいですね。愛知県知事として一言お願いします。改めてそんなことはくれぐれもやめてほしい。そういうことをするならもう利用してほしくないですね。そういう方には来ないでほしい。大人から子供までスタジオジブリの作品に入り楽しむ場所であり、県営公園である愛・地球博記念公園の一角にあるジブリパーク。他の利用者の迷惑になる行為があれば県としても毅然と対応することを繰り返して強調していた。そんな中、ジブリパークの件、運営さんがノーコメントなのがちょっとモヤモヤというか残念というか。ノーコメントって何なんだろう。お客様とて許せぬでしょ。そこはきちんとした対策を発表した方がいいと思うんだけど、その対応で大丈夫なのかな。騒動に対しノーコメントと回答したジブリパークに対し疑問を呈する声が続出。中には抗議の電話も入っていたという。その一方で、ジブリパークも被害者じゃん。なんでジブリパークを問い詰めてるわけ。悪いのは 100% あんな写真撮って面白がってる連中だろ。これでパーク側が撮影禁止とかの対応したらショックすぎるんだけど。あくまで被害者の立場であるジブリパークを擁護する声もある中、予防策としてパーク内での撮影禁止などの対応をするのではと危惧する声も上がっていた。ツイッター上では一時ジブリパークがトレンド入り。ノーコメントの対応を取ったジブリパークに賛否両論の意見が飛び交う中、ジブリパークは今回の件についてノーコメントのようですが、このことがさらなる炎上を招いたとは考えられないでしょうか。部局からの報告ですが、東京の三鷹の森ジブリ美術館でもそういったことがかつてあったようでして、注意をしたところ逆切れで激高されるようなことがあったんだそうです。つまり新たなトラブルを招かないために深入りしないということでしょうか。もうこんなもん相手にしないと、出て行ってくれという風な対応なので相手にしないんだということのようであります。3月9日に開かれた大村知事の会見の翌日、ジブリパーク社は再度の取材に対し、
本件に関しましてジブリパーク社としてはお話をさせていただくことはありませんと回答。具体的なコメントは差し控えるとした上で、お客様に安心してお越しいただけるよう引き続き努力してまいりますとしていた。大村知事は今回の騒動に対し器物損壊に近いのではと話していましたが、実際のところはどうでしょうか。器物損壊罪の要件は他人の所有する財物の公有を害する行為です。しかし今回の行為だけでは成立しないと思われます。それはなぜでしょうか。写真を見る限り誰でもフィギュア像を触ることが予定されている配置になっています。確かに不快感を催すものではありますが、胸の部分を触ったからフィギュアの効用を害するとまでは言えないと思います。器物損壊罪にあたる行為の例はありますか。例えばフィギュア像に落書きをしたり排泄物をかけたりした場合はその可能性があるでしょう。では今回のケースで当てはまる処罰とは。唯一考えられるのは軽犯罪法1条の31号、他人の業務に対していたずらなどでこれを妨害したものではないでしょうか。ジブリパークを運営するという他人の業務に対し猥褻行為をする形で写真を撮って SNS に投稿するといういたずら、これによりジブリパーク側が苦情や問い合わせに対応せざるを得なくなったことから業務が妨害されたものではないかと言われていた。今回の騒動を引き起こした投稿者はすでにツイッターのアカウントを削除、同一人物と思われる別アカウントは発覚しているものの個人情報の特定までには至っていない。重大な犯罪とまでは言えないものの、社会のマナーや制作者の思いを踏みにじるような行為は今後も当然あってはならない。写真や動画を投稿することによって世間に不快感や不信感を招く騒動が頻発している昨今、ネット社会に対するモラルが改めて問われているのかもしれない。